北京大学の森と申します。ですね、まあ、僕はもう中国に来てもう2年なんですけども、日本から脱出したっていうか飛び出てきたのは、日本以外の国を見てみようと思ってみたのが、まあ、動機であったわけで、その中国に来てみて、やっぱり日本とは違う、すごい価値観が違う国があるんだなっていうのを肌で実感できたのが、まあ、すごくいい経験になってるっていうのをずっと感じてて、で、まあ、それは天狗になってたっていうわけじゃないんですけど、今年の夏にですね、ちょっとヨーロッパの方に行って、さっきもお話ししたんですけど、スイスに行ってきたんですけども、その多分スイスはあんまり移民を受け入れてないのかどうなのか分かんないんですけども、その白人ばっかりの国だったんですね。そのもう見渡す限りが白人で、その我々みたいな黄色人種がほとんどいない、で珍しがられるっていう、まあ、その日本にいた時に白人を見たような状況をちょっと経験して、そのすごい疎外感って言いますか、そのあ、俺はここにいちゃいけないのかなっていう、そういう感じをずっとその1週間ぐらいなんですけど感じてまして、で中国に戻ってきて、その中国北京の人々がすごく身近に感じられたって言いますか、あ、中国語通じるんだって、あ、言語が通じるんだっていう、その感じが、あ、一緒の漢字を使ってるんだっていうのをすごく肌で実感をした。でそこでこの北京東京フォーラムっていうのが来まして、あ、でも日本の人たちはそういうのまだ実感してない人が多いのかなっていう、自分がその実感したことをまだ経験しない人たちが結構たくさんいるなっていう、もっとアジアが一緒にならないとダメとは言いませんけど、その気持ちよくないなと、気持ちの問題であまり納得できない、そういう感じをこのヨーロッパに行ってちょっと経験してきて、それを今回はすごく意識したその、まあ、フォーラムで体験したことっていう、それを今後生かしていけたらなと